するっていうのめっちゃ見られてるんだけど楽しいな。いいんすか、え、これ両方出るの？いや、どっちかで今、どっちがいいかなって選んでもらう。自分こっちの方が好きよね。間違いなくこっち。お願いします。これ全部食べていいですか？いいですよ、食べちゃう。美味しい、美味しいっす、これめっちゃうまいじゃないですか。これは美味しいっす、マジうまいっす。じゃあもうそれにしましょう。これにしましょう。はい、ゆうせいの夢たっぷり。夢たっぷりんです。ました。今回夢たっぷりんを作らせていただきました。震災があって何かできないかなと思った時にこういう話をいただいたので、ぜひ、岩手の牛乳を使って何か復興の力になれば、少しでも力になればいいなと思って作りました。すごい美味しいと思いますし、ボリュームもあるので、ぜひ皆さん食べていただいて、これを食べながらチームのピッチングを見ていただいて、楽しんでいただければと思います。